守護は、日本の鎌倉幕府、室町幕府が置いた武家の職制で、国単位で設置された軍事指揮官、行政官である。両下官である追武士が守護の原型であって、後白河法皇が、源頼朝に守護、自頭の設置と任免権を認めたことによって、幕府の職制に組み込まれていった。将軍により任命され、設立当時の主な任務は、 在国の児党の監督であった。鎌倉時代は守護人奉行と言い,い、室町時代には守護職と言った。制度としては、室町幕府滅亡後、職法政権成立により守護が置かれなくなり、守護制度が自然消滅するまで続いた。鎌倉期の守護配置図、平安時代後期において、国内の治安維持などのために、国司が有力な在地武士を国守護人に任命したと、 する見解があり、これによれば、平安後期の国守護人が、鎌倉期守護の起源と考えられている。鎌倉期の守護の初見は、1180年10月の藤川の戦いの直後に、源頼朝が買い、源氏の武田信義を、駿河守護、安田義帝を、東都海守護に任じたとする、あずま鏡10月21日城である。この段階では、頼朝の勢力は、 足柄井星には及んでいないため偏社による曲筆と思われるが、頼朝の勢力圏である関東南部には早期に設置されていたとみられる。その後、頼朝政権の勢力が成長するに従って、守護の設置は西国へと拡大していった。当時の守護は、総追武士とも呼ばれ、国内の兵糧調発や兵士動員などを主な任務としていた。梶原景時と、 土井ヒ平は、張馬、ま、美正か、美前、美中、ビンゴ五カ国の総追武士に部任され、源の乗頼軍と共に、兵士追悼に参加した。1185年に、兵士が滅亡して追悼が終了すると、頼朝は、後白河法皇に、諸国総追武士の停止を創上している。同年11月、法条時政の創生により、源の義経、源、 雪家の追悼を目的として5期、山陰、山陽、南海、再開諸国に告知頭を設置することが直挙された。告知頭には、荘園、国画寮からの単別御彰の表浪米の徴収、電磁の治療権国内武士の動員権など強大な権限が与えられたが、荘園領主の反発を受けて、翌年3月には停止され、時制は、軍事、 剣断関係を職務とする総追武士の地位のみ保持した。やがて、雪家や吉常与党が次々に打たれたことから、6月には、機内金国における総追武士が停止された。朝廷は、総追武士について、世間を知位せざるの間と留保条件をつけており、この時期の守護は、戦時や緊急時における臨時の軍事指揮官で、平時に戻れば停止されるのが当然という認識が、 あったと推察される。頼朝の諸国守護権が公式に認められた1191年3月22日の研究申請により、恒久的な制度に切り替わり、諸国ごとに設置する職は、守護、荘園、国画領に設置する職は、自童として区別され、鎌倉期の守護、自童制度が本格的に始まることとなった。当初の頼朝政権の実質的支配が及んだ地域は、 日本のほぼ東半分に限定されており、機内異性の地域では、後鳥羽上皇を中心とした朝廷や、自社の勢力が強く、後鳥羽上皇の命で守護職が停止されたり、大内恒良が機内周辺7カ国の守護に部任されるなどの干渉政策が行われ続けた。こうして干渉を排除できるようになるのは、上級の乱以後のことである。その後、 守護の職務内容が次第に明確化されていき、1232年に制定された御成敗式目において、守護の職唱は、軍事、警察的な職務である大盆参加上の見断と、大番役の指揮監督に限定され、国士の職権である行政への関与や、国家領の支配を禁じられた。しかし、守護が国内の児頭や、在庁官人を悲観にしようとする動きは、 存在しており、こうした守護による在地武士の悲観化は、次の室町時代に一層進展していくこととなる。鎌倉中期以降は、北条氏一門による守護職の独占化が進んだ。これは、北条時折の頃から、北条本家による政治の先生化、すなわち特捜先生が確立していったことに伴うもので、北条一門の守護国は、鎌倉初期の1200年頃に2国。 1250年頃に17国、1285年頃に33国、鎌倉最末期の1333年には38国と、鎌倉中期を境に一気に増加していた。こうした事態は、他の御家人らの不満を潜在化させることとなり、鎌倉幕府滅亡の原因となったと考えられている。鎌倉幕府滅亡後に成立した。 五代醐天皇による剣務の申請においても、守護は国師と併地される形で制度に残された。ただし、申請がわずか数年で終了したため、剣務期の守護について詳細は明らかでない。次に成立した室町幕府も守護の制度を継承した。当初、守護の多くは在地の有力者が認じられていたが、次第に足利市一門と交代させられて、 その地位を保持していたのは、ハリマの赤松氏など、ごくわずかだった。これは、鎌倉期の特捜先生を引き継いだものである。職権についても鎌倉期と同じく、はじめは、大盆参加条とされていたが、国内統治を一層安定させるため、1346年、勝ッタロウ関の剣断剣と、施設巡行剣が新たに守護の職権に加えられた。勝太郎関は、 武士間の所領紛争に伴って発生する実力行使であり、施設巡行とは、幕府の判決内容を現地で強制執行することである。この両者により、守護は国内の武士間の紛争へ介入する権利と司法執行の権利の二つを獲得した。1352年には、軍事兵糧の調達を目的に、国内の省エ国画料の年貢の半分を徴収することのできる、 反税の権利が守護に与えられた。当初は戦乱の激しい三国に限定して反税が認められていたが、守護たちは反税の実施を幕府へ競って予防し、反税は高級化されるようになる。1368年の反税令は年貢だけでなく、土地自体の半分割を認める内容であり、守護による省エ国画料への進出が著しくなっていった。さらに、 守護は、荘園領主らと年貢納付の受け負い契約を結び、実質的に荘園への支配を強める守護受けも行うようになった。また、税の一種である単線や胸別銭の徴収なども行うなど、経済的権能をますます強めていったのである。守護は、このように強化された権限を背景に、それまで国司が管轄していた国画の組織を吸収すると同時に、 強まった経済力を背景に国内の地頭、在地領主、さらに有力な主らを悲観にしていった。この動きを悲観化というが、こうして主語は土地の面でも人的面でも国内に領域的かつ均一な影響力を次第に及ぼしていく。こうした室町期の主語のあり方は軍事、警察的権能のみを有した鎌倉期主語のそれと大きく異なることから、 室町騎士号を指して守護大名と称して区別する。また守護大名による国内の支配体制を守護両国制という。ただし守護大名による両国支配は必ずしも徹底したものではなく、機内を中心に黒人層が守護の悲観となることを拒否した例は実は多く見られる。室町中期までに幕府における守護大名の権能が肥大化し、 幕府はいわば守護大名の連合政権の様相を呈するようになる。当時の有力な守護には、足利将軍家の一族である柴氏、畠山氏、細川氏をはじめ、戸山勢力である山梨、大内氏、赤松氏など数カ国を支配する者がいた。これら有力守護は、幕府に出資するため継続して在京することが多く、両国を離れる場合や、多くの文国を抱える場合などに、 国人を守後の代官としたり、直属家臣の中から守護代を置いた。さらにその守護代も、小守護代を置いて、二重三重の支配構造を形成していった。なお、東国の守護は、京都ではなく、鎌倉府のある鎌倉に出資していた。これを財産制と称する。守護の恩典には、将軍の意味ながら一時をもらう一時配慮などがあった。また、 守護の格式として白笠袋、毛星岩服を許され、守護代には等笠袋、毛星岩服塗り越しが免許された。また、守護、守護代ともに、塗り越しの使用が免許され、有力な武士としての権威性を認められていた。官僚、短大に達する者や有力守護にのみ許された、特典としては、館号と主の再配の免許があり、館号を持つ者の家臣は、 えぼしとひたたれを着用することが許された。特に、鎌倉久保足利家では、関東の有力武士のうち、八谷に、館号を授け、関東八屋方などと言われた。応仁、文明の乱の前後から、各地の守護同士や国人などの地域勢力との構想や守護下における内向が発生し、 それに補調を合わせるように、在地領主である国人の独立志向が見られ、自律的な国人は守護と同様に独自の領域支配を行った。こうした動向は守護権威の低下を招いたが、一方で守護下による国人への支配強化へとつながっていった。そして、1493年の冥王の政変前後を契機として、低下した権威の復活に失敗した守護は、 守護大や国人などにその地位を奪われることになり、逆に国人支配の強化に成功した守護は、両国支配を一層強めていった。こうして、鎌倉、室町期以来の守護のうち両国統一や支配強化に成功した守護家や守護家に代わって台頭し、守護家と同様に領域支配を行った守護大、国人は戦国大名へと変質、成長し、 戦国大名の出現、消滅をもって、戦国時代の時代区分が用いられる。戦国大名の定義には、諸説あるが、概ね軍規模から一国以上の領域を支配し、朝廷や室町将軍、鎌倉久保などの伝統的権力以外と、主従関係を持たないが、必ずしも中央政権によって保障された権力では、なく、独自に、外交、 軍事を行っているなどの要素が指摘される。戦国大名の内機内や西国は、室町幕府の五分国であり、守護下に羊を持つ戦国大名家が多く、一方で東国では、駿河今川氏や甲斐、武田氏など守護下事の戦国大名家のみならず、非守護下でありつつも、拡大両国を達成した相模御北条氏や関東、東北地方では、軍規模の支配を行う。 地域勢力が分立するなど、地域的特徴を持つ。戦国大名に関する研究は、戦後の実証主義史学において進化するが、それに伴い戦国期における守護の位置づきについても再検討が行われ、戦国大名権力の背景には、戦国大名による戦国法の制定とともに守護貢献の存在が指摘され、勝又静らによって、 戦国大名の両国支配を一つの地域国家としてみなす試みも行われた。一方で、戦国大名研究に対し、八田俊文今岡の利和、川岡津と村は戦国大名両国の地域国家説を否定し、戦国期においても室町将軍体制や守護権威は存在し、 戦国期の概念を15世紀半ばから開始された室町幕府の解体過程として位置づけ、16世紀初頭には守護権力の変質により戦国大名が出現するが、あくまでも戦国大名は室町将軍体制の枠内に止まると評価し、戦国期の守護を戦国期守護として位置づけている。戦国大名研究は主に東国を戦国期守護論は機内。 西国を中心とした研究が展開されているため、現在に至るまで戦国大名、戦国期死後の認識には、隔たりが存在し戦国期における守護の位置づけにも議論があるが、概ね戦国期には、室町将軍体制が一定の影響を及ぼしつつも、戦国大名は、守護貢献を必ずしも必要としない、独自の大名権力を有していた点が指摘される。なお、 では国の戦国大名である安藤氏では当初、江戸官令として、蝦夷地にも勢力を持ち、欧州13港日の本将軍、または東海将軍と称して、北海道南部に土着した安藤氏の処刑や柿崎氏を、上国守護職、下国守護職、松前守護職などに封じているなど、幕府以外にも守護職が独自に設置、任命された事例も、例外的に確認される。 室町幕府の滅亡後は、植法政権や江戸幕府などの統一権力が、戦国大名家や地域勢力を服属させ、主従関係を築いた。江戸幕府を開いた徳川氏は、室町将軍家と同じく正位体将軍を世襲しているが、近世の統一権力は、主従関係を持った大名家を死後に任官させることなく、所領を与え、幕藩体制による支配を整えた。 幕末には、藍津藩の藩主である、松平片森が朝廷を通じて、江戸幕府より、京都守護職に任ぜられている。過去にも、京都守護の職名は存在したが、この場合は、京都守護職と称するのが正式であり、守護職の読みも室町時代の、守護式に対して、守護職と読む。ありがとうございます。